ドイツ語を勉強してやめて、勉強してやめての繰り返し。そこにいるのあなたは、どうしてドイツ語を学べなければならないのを思ってるのでしょう。日本だったら、大体のお医者さんはドイツ語を学んで。なぜならば、大体の病気の名前はドイツ語から依頼している。法律にまつわる人もドイツ語できる人が多いんです。なぜならば、日本憲法はドイツの憲法をもとに作られたわけです。でも、どうやってドイツ語を好きになるというようなことですね。文法もややこしくて、発音も難しいし、男性、女性と中性もあって、意味がわからん。もちろん、その中でも結構ありまして、特にドイツ語の文法は、異例はいっぱいあります。でも、そのポイントは、自分の頭にすべての知識をぶつけるではなくて、学ぶうちに頭の中で絵を描くことです。この映像が迷彩になればなるほど、覚え方もより楽になる。例えば、僕の場合は、通常の外国人と同じく、漢字と非常に苦労した。何でも書いて、でもなかなか頭に入ってこなくて、でも実際には、その書くだけのアプローチは間違ってるのすらもわからなかったです。そういったアプローチは根本的に間違った。なぜならば、そのアプローチですごく劣等感が増した。そして、劣等感があるほど自分を嫌いになって、逆に成長が滞っている。だから、言語を学ぶときには、とにかく自分の言語、または他の人の言語と関連できる言葉を使って、そしてそういう物事を頭の中で描きながら見ましょう。例えば、あなたはドイツ語を学びたいなら、最初はどんなきっかけで学びたいと思ったでしょう。そんなきっかけをとにかく頭の中でもっと明細に描いてください。そういったのきっかけが、迷彩になるほど、自分のモチベも上げてるし、やる気にもなる。言語を学ぶときには、のポイントは、一日数時間ではなくて、一日10分、20分でもいいです。とにかく常に、言語を学ぶうちに、自分のエネルギーレベルが上がっているか、下がっているかを確認してください。下がったら、即やめて、違うの、ことをやりましょう。とにかくその均衡を保ちましょう。